どちらがいいと強いかって考えてる時点でおかしいんだよ。流行るのがいいのかとか、楽しいからやるんだとかっていうのを、なんで優先順位つけなきゃいけないんですか。なんでそれを分けるの。逆に聞きたい。同情っぽくなってきました。